人はラオスにいたが、米軍撤退の後引退した元観測手のスナイパーだ。現地では目と指と呼ばれていた。端末にターゲットの写真を送ってある。確認してくれ。いいか、これは潜入任務だ。あんたの存在が知れたらターゲットは警戒するだろう。誰にも見つかるな。速やかにターゲットを発見し排除するんだ。戦争は終わるだろう。だが東は未だにいたぞ。ターゲット2名の行動範囲を端末に送った。諜報班が調べたこの時間帯の平均データだ。怖くなってきた。